こんにちは、柴田です。今回ご紹介するのはこちら、フェルナンデスの MV95HT です。こちら、布袋寅泰さんのモデルになっております。わかる人はね、パッと見すぐ、あの時に使っていたギターだなというのがわかるかと思うんですけれども、有名なのはですね、マリオネットのプロモーションビデオ、その時にこちらのギターの白がですね、使われております。いつもね、テレキャスタイプを使っていた布袋さんが、お、違うギターを使ってるじゃないかというところで逆に目立った感じですよね。使用頻度は低かったギターだとは思うんですけれども、ボーイのあの伝説のラストギグスでも使用されておりました。まあ、その時使用していたのも白なんですけれども、ラストギグスの完全版でイメージダウン、この時ですね、弾いているのが確認されております。ファンにとってはですね、非常に貴重な一本なんじゃないかなというところなんですけれども、スペックいきましょうか。見た感じね、ホローボディっぽいんですが、ここね、全然穴開いていなくてめちゃめちゃソリッドです。なのでこのね、大きさがあるので結構重いですね。アルダーのボディにメイプルのネック、そしてエボニーの指板という風なところで、ウッドスペックもですね、なかなかだと思います。やはりね、90年頃に発売されたギターっていうのはいいですね。実際にですね、これ持ってみて思ったのは、非常に状態がいい、古いのに状態が良くて、オールド感もね、そんなに感じないので、この先10年ぐらいで一気にですね、枯れてくるんじゃないかなという風な感じがします。ピックアップがね、 FGI テクノロジー、これはフェルナンデスのオリジナルのアクティブピックアップなんですけれども、EMG にね、対抗して作られたと言われております。この FGI が乗っていることによって、なんか枯れ感がなくなってるのかもしれないんですけれども、この FGI 独特さがまた布袋っぽさでもあるかなと。面白いのはですね、このエスカッションがね、鉄なんですよ。どうなのかな？なので、いい感じの粘気具合になってますね。ブリッジのくすみも、これまたかっこいいです。鳴らして思ったのは、まずこのピックアップ、布袋さんにとっては非常に珍しいハムバッカータイプですね。布袋さんのモデルということでですね、 TE 寄りのちょっとジャキッとした感じの音が出るのかなと思ってたんですけれども、試奏してびっくり、めちゃめちゃハムバッカーでした。そりゃそうですよね、ハムバッカーが乗ってるんで。そうなんですけれども、ちょっと布袋さんのね、イメージとは違ったので、逆に TE を持っているけれども、また違うタイプの布袋サウンドを出したいなという方にはですね、非常に重要な一歩になってくるんじゃないかなと思います。布袋モデルとしては非常に珍しい F ロゴになっておりまして、ペグは5等です。年季入ってますよ。いいくすみ具合です。状態は非常にいいです。ネックの状態も非常に良くて、しっかりとリペアされております。FGI のピックアップに関してはですね、結構ね、好みが分かれてくるところかなとは思うんですけれども、今後このギター自体がですね、結構枯れていい感じになってくると思うので、アクティブじゃなくてね、パッシブのピックアップに変えるのもありかなというふうにはね、個人的に思います。では音を鳴らしていきたいと思います。